Every day, I imagine a future where I can be with you. In my head is a pen that will write a poem of me and you. The ink flows down into a dark puddle. Just move your hand right the way. 多分ね、おそらくなんだろう。あ、こんにちは、どうぞ。皆さんどうもこんにちは。こんにちは。Into the Space の太田よしえです。本日はですね、いつものスタジオから飛び出してですね、本間春奈さんのサロンに、来ております、はい。本間さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。本間さんとはヨガでつながってですね、その後いろんなことからタイマッサージで一緒にチェンマイの方に修行に行ったりとかしておりました。あ、こんにちは、本間春奈です。今は、ヨガのインストラクターと、ここ鎌倉の七里ヶ浜でタイマッサージをやっております。なんでまた七里ヶ浜に決めたんですか？なんかタイマッサージをやるっていうことで、伝統的な、やっぱタイマッサージ伝統的なものを大事にしていたりするので、なんか鎌倉なんていうのはね、とてもこう伝統が、なんかエネルギー的に落ち着いている場所で、ね、落ち着いている場所、自然もいっぱいあるし、ね、そうですね、すぐもう歩いて5分で海だし、そうね、歩いて2分で山、そうね、そうですね、まあ静かなところはいいよね。そうですね、そう、こういうのがいいなっていうイメージがなんかたどり着きましたね。なんか玄関の方にもあったし、なんかトイレにも綺麗な飾りがあったし、ここにもあるけれども、この流木がなんかすごいあるんだけれども、流木好きなんですか？そう、流木好きなんですよ。ちょっとこう見てほしいんですけど、桜の木なのかな、これ結構私の一番のお気に入り。撫でたりとか、この流木を眺めながら、あ、こいつの人生ってみたいな、まあ人じゃないですけどね、っていうのをちょっとこう思ったりしながら、どこの木が何か折れて流されて、で川とか例えば海でこう荒波に揉まれたりして、で結局いっぱいついてる皮がこう剥ぎ落とされて、この硬い芯だけが残るじゃないですか。あ、表面の柔らかい部分は落ちちゃって、そうどんどん落ちてって、なるほどなるほど、でここだけが残る。あ、すごいなんかこう残った芯がかっこいいなと思って。あ、揉まれても、そう、揉まれて揉まれきれなかった芯だけが残ってるっていう、そう、揉まれきれなかった場所。だからもうこの流木を眺めながら、私もここで人を揉んで、ね、お客様のなんかこう人生の一部の揉まれとして、ね、ちょっとこう芯を残していく手助けのようなね、ことができたら、ね、こうちょっと、ね、皮とかこう癒着とかをちょっとね、剥がしたりね、柔らかくして、ね、とも、まあ、こう芯が残りやすいんで、そんなことも考えながらね、こう流木をこう見ながら。今太陽高くなってきてるけど、もう冬だとさ、太陽がもうちょっと低いから、もうこの縁側通り越してこっちの部屋まで太陽が来るから、もうね、この日向にちょっと出ただけでさ、もうこの電磁波がさ、こう整うよね。うまいことさ、この古い家でこう自然を感じながら、やっぱそれだけになっちゃってもさ、やっぱこう現代からなんかちょっと離れすぎちゃうっていうのも、なんかね、良くないし。あ、鳥鳴いてる。鳴いてる？お化粧だね。そうね。ね、ほんとここでずーっとさ、こう、ぼーっとしてるとさ、気づいたらもう、ちょっと、ね、4時5時になって太陽あっちに行っちゃってるからさ。いやー、なるよ。なるよね。すっごいあったかいもん、ここ。あったかいよね。
ちゃいい。よくこんな形になったと思いませんか。でツルツルになっている、このこういうちょっとあの個性的な形のやつですね。ここをずっと掘り起こしてたらいっぱいこういうのが出てきて、いろんなのがあってあげないと。でこれがあの葉っぱが枯れたら球根を取るんですって。そことかちょっと色がついてきていいかも。花崗岩を磨くとこう綺麗にキラキラになる。